そしてシード10人が加わり本戦日を迎えた。ドリチンも審査に加わる。まああのね、3年後か5年後には、はい、全日本 GT 選手権をひっくり返すな。観客動員数で行くんじゃないですか。あのね、はい、でこうちまちま走行会みたいな走ってるやつらよりこいつらの方が面白い、はい、でも GT をひっくり返すと千田さんどっち出てんの、うん、千田さん GT 行ってんの。そうプレッシャー。でもこっちの方が観客多くなったら俺こっちに出ようかな。審査員誰なんだろう。あ、そうかそうか、さあ、はい、ということでプロドリ D1 グランプリいよいよ第3戦目です。行ってみたいと思います。決勝です。決勝の審査基準は、それぞれ5周です。アウトラップインラップ含めて5周、だから賞味周回するのは3周、1周目から見ます。3本決めなきゃダメというか1本決める。いや全然関係ない。1本決まる。かっこよくて当たり前、速くて当たり前、あとはもう角度だろ。じゃあ皆さん頑張って、はい、さていよいよここからが D1 グランプリの本番です。すごいことになっちゃいそうです。31名の強者たちはどう美北を攻めるかということですね。そのメンバーがいよいよもう走り出します。わかりました。いよいよこれが決勝1回戦了解ですね、はい、さあスタートいたしました、はい、まずは S1 号谷口です。ここからはシードになりますが、しかし今日はもう関係ありません。さあ S タイヤの走り、これは綺麗にまとめました。小さい4秒81です。早いな。タイムは早いです。区間タイムは、いや角度が浅いんだよ。浅くてそれで最後カクッときたんだよ。やばいなこれ谷口。やばいですよ。昨日から昨日よりまだまとも、まだまともですよね。かなりまとめてきて、そして速さはあるんですが、非常に厳しい戦いになってきましたね。続いてさあ現在シリーズランキング上野ソアラ、これが2本目の走り。さあ青いっぱいから走ってきた。これはいい感じだが流れすぎたぞ。ちょっと流れた。さあそれをコントロール修正して持ってきました。非常に厳しい戦いが続きます。シードクラスピンチと言っていいんでしょうか。ピンチだよ。これはシリーズランキング2位の上野も、谷口も上野もそうなんですけど、進入に対してねビビってるんですね。角度がつきすぎちゃうこと。さあそんなシードの中でも一人気を吐く今村洋一、まずまずの走りをここまで見せていますが、さあどうでしょう。振ってきました。振ってきた。踏んできます。踏んできます。4秒71、区間タイムベスト4秒71。今は OK ですね。4秒71はすげえぞ。ベストタイムじゃないですか。これは早いです。あれだけお前横向いてきてなんでそんな。さあ続いてやってまいります。ゼッケン4番風間。さあ昨日からなかなかいい走りが見えませんでした、この風間。それでも現在シリーズランキング4位。さあどうだ。振ってきた。振り、さあこの角度はいい。さあここで合わせた。ここでうまく持ってって1本目よりはいい走りです。そうだな。ただね踏み切れてないんですよね。そうまだ合わせてるんですよね。車の姿勢が思ったよりも決まらなくて1、2コーナーが踏み切れてないんですよね。コントロールしちゃってると、はい、いつもの風間じゃないんだよな。キレがないですね。キレが、そうキレがない。若松、はい、さあ若松が来ました。前回2位、乗りに乗っている若松、ここが初めてになりますが、どうでしょう。3本目。さあ綺麗に振ってきたぞ。これは綺麗に振ってった。これはうまくまとめました。これは決めたかな。これは厳しいです。掴み切っていないか。若松の走り悩みが見えます。今3本の中では一番、まあ、まともですね。さあシリーズランキング6位、手塚チェイサー、これが3本目ラストになります。よりアグレッシブに、さあ来た。いやギリギリ来た。アウトギリギリ。あ滑りすぎた。ちょっと流れた。ちょっと流れましたね。あかっこいい。でもいいですよ今の迫力あり。あの進入から踏んでこっちにバーッと流れてくるスタイルができれば最高なんですけどね。ちょっとね様子見ちゃってる、流してから。さあ非常に綺麗なマシン、この180、これが痛いです。1本目はどうでしょう。さあ非常に綺麗なマシン振ってきた。おこれはいいぞ。さあコントロールして、これは大きく回っていきました。角度あります。いいよ今のは。いいですね今のは。いいよ。5秒2です。まとめましたね。いいですね今のは。いいよ今のだったらいい。今まで昨日から通して一番ゴットぐらいじゃないですか。そう遺体としては。その中で現在シリーズランキング8位、瀬崎誠、はい、S13 シルビアの走りです。どうでしょう。おうおう非常に角度がいい。さあここから踏んでった。持ってった持ってった
持ってきました。まずまずです。よしよし、今のはいい。今のいいですよね。今のはいい。踏まなきゃダメで、横になってから踏まなきゃ、ね、うん、踏まないと車速が落ちちゃう。やばいぞ。シート結構しどいね。シートクラスがかなりやばい状態、ピンチです。さあ、昨日の練習から非常に派手な走り、皆がこの春口の走りに惑わされました。さあ、見ていくあっと、スピン行き過ぎた。あっと、危ない。いや、カメラマンギリギリセーフ。危なかった。春口がやはりやってしまった。これがあるんです。春口はギリギリまで攻めているだけに、まあ、春口でもプレッシャーはかかるんだな、はい、この FC3S、 先ほどはほぼ全部失敗しているか。おお、さあ降ってきた。おお、来た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 、持ってきた。さあ、狙いかい、行きました。5秒0。今アウトいっぱいだよ、はい、完璧です。タイヤ落ちるかと思った。来ましたね。これはいけてるよ。これ誰よりも迫力ある、うん、シード選手の中で今日は走りが冴えています。 AE86、 今日はなかなかいい走りの丸山。さあどうでしょう、角度をつけて入ってきて、これもいいよ、急ぐに落として踏んだ。これはいい、同じような走り、完璧、安定しています。よし完璧、よし以上。あの1コーナー手前から踏んでくるのがかっこいいです ね、かっこいい、かっこいい。これは決めました。いいですよ丸山、今日踏んでますね、踏めてますね。いや、あいつは今日の中で一番踏んでくるよ。切り込んでも、ね、そうね、切り込んできたから踏むの早いですね、はい、さあ来ました赤い86、スーパーチャージャーのこの上本、3周で、いい走りをしてもらうということですね、はい、さあどうでしょう。いや早いよ。あ、できた。かなり角をつけてました。あ、踏み込んでいる。これは一番いいんじゃないでしょうか。3本目は良かったですね。どうですか千田さん、今のは97だね。本当にもうスタンダードな、もう速さを追求したドリフトですね。だんだん良くなってきましたね。だんだん良くなってきましたね。うまいね。続いて、さあ続いてデッケン16番前田健です。さあ前田健出てまいりました。これも86スーパーチャージャー、ね、そうですね、スーパーチャージャーの86で、これも速い、こっから降ってきた。これだとストライでしょう。少しスピードが上がったように感じましたが、うん、高い、うん、今のは良かったですよ。車速は上がったよ。やはりラストが一番強さも良かったですね。良かった。90。前田健の場合は角度で勝負ですね。えらい角度つけましたね、うん、今の角度はうまいね。だちょっと振りすぎでスピード落ちませんでした。落ちたけど、はい、落ちたけどその後のフォローがある。まあですね、うん、俺今ねスピンするかなと思ったの。それを踏ん張りましたね。踏ん張った。さあ続いて出てまいりましたデッケン21番の寺崎源です。リタイア届が出ておりました。寺崎源なんとか復帰。回転速いですね。スピード上げた、スピード上げた。さあコントロールしてって、さあこれで2コーナー立ち上がり。区間タイムは5秒27。区間タイム5秒27。スピード感はありますよね。あるあるある。なかなか走りをまとめました。男っぽい走りですね。そうですね、なんかね86を生き生き乗ってる、はい、これはいいね。スピード感あるんですけどね、意外と区間タイムはちょっといまいち。続々と86が出てまいります。すごいですね。続いては湯浅亮太 A86、SR のターボですね。湯浅亮太 A86、 この派手な、あーこれは振りすぎたのか。それでもフォローする、フォローする。アクセルを踏み込んで踏み込んで、より角度をつけた感じ。これはいいぞ、これはいい。湯浅2本目。さあ区間タイムの方は5秒0、最速です。音がいい、音が、今のはいいんじゃないですか。角度もあって、角度あってから飛んでる。でスピードもある。角度があって1コーナー2コーナーつながりも非常に良かったですよ。スムーズでしたね。今回の走りがここまでできておりません。何かが違っているか、何かが狂っているのか。岡崎直人、これがラストになってしまいます。遅いですね、スピードも遅いですね。これはうまく合わせましたけどね。区間タイムは5秒1です。うまいにはうまいですけど、ちょっと今日のレベルだときついですね。うまいにはうまいんだよ、はい、ただイカ天レベルだな。そうですね、うん、はい、さあ最終コーナーから現れましたマジョラカラーの非常に派手なマシン、クレスタ山本聖剛です。派手な振り返しが新庄です。山本スタイルですね。そうです、このスタイルを最後まで崩しません山本聖剛。さあこれはかなり流してきたぞ。さあこれを踏んでうまくコントロールしてった、派手なオーバーフェンダー。5秒17、5秒17、区間タイム最速です。どうでしょう森田さん、思い切り振ってきてますね。じゃあ今のはコントロールはいいですよ。悪くはないけど、ストレートで振ってくるってことは車速を落としてるってことだから、はい、ストレートの見た目の迫力がないですね。86とは思えないスピードですよね。さあこの辺の
と修正をできるだけわからないように大久保ラストの走り、あ、来た、さあ来た、これはうまい、これはいい感じだ、これは持ってったか大久保、これはいい感じ、5秒0、今のは最高じゃないですか、つながりも非常に良かったですよ、うん、ただね、大久保ね進入まですごいかっこいいんですけど、うん、その後ですね、コーナー後でね、ちょっとギクシャクしましたね、今かなり修正ありましたね、うん、1回、2回が、ね、2回入る、そうですね、で参りました、小口です、はい、180の小口、ギリギリ昨日の予選会突破いたしました、いい走りが見えません、手前から踏んできてほしいですね、一気にそこを踏んできてほしいという小口の走り、ここで踏まないと、さあどうだ、さあこれはうまく合わせました、これは若干合わせた感じがありましたが、区間タイム5秒12、ね、全体的に速度もちょっと足りない、遅い、ちょっと足りなかったね、いや進入速度がね遅い、コース、ここがホームコースの三木隆二、何としてでも上位に食い込みたい、昨日の予選会トップと言っていいでしょう、この三木隆二の走り、えらい振ってきたけどこれで持ってけんのか、かなり真横を向いた状態で強引に持っていきます、4秒88、これはぶち抜けた区間タイム、三木、見た目だけではありません、速さもありますね、つながりが非常にいいですよね、横向いてからの、綺麗だな、あの状態でもほぼスピンはしないですからね、そうコントロールをしてる、ね、あのコントロールしてるのは立派だよ、さあ来ました、ベージー色のカローラ、これが田中栄達の走りというものを見せます、いきなり振ってきた、これはスピン状態、ほぼスピン状態、それでも振ってくる、さあ田中栄達2コーナーをクリア、5秒07、簡単にも速い田中栄達、これいいね、いいっすよ今のは、これいいね、今のは完璧だったですね、完璧だね、これいいねちょっと素敵だね今のは、ね、ちょっとぶっちゃうね、さあ爆音を上げて高田良次86レービン入ってまいりました、兵庫からやってまいりましたこの高田、 NA の爆音を立ててアウトに1回振って、さあセオリー通りの走りをもう1回見せることはできますでしょうか、さあこれはちょっとちっちゃくなってしまったか、ちょっとちっちゃいな、区間タイムは5秒07です、でもうまいよ、1コーナーなんかうまいよ、うまいですよね、大きいつながりいいですね、全開で入ってきますからね、要するにこの車のもう目いっぱいなんですよね、そう、踏んで入ってくるからね、さあ入ってまいりました田尾秀人、ここがホームコースになります、田尾点2本目入ります、おさあ角度をつけた、あこれはいった、さあうまくコントロールして、これはいいぞ、いいですよ、これはいいぞ、これは綺麗、4秒88、これは綺麗、もいいです、区間タイムもいいです、今のはいいですよ、今のは綺麗だ、いい走りでした、もう今のもいっぱいいっぱいですね、かなりいっぱいいっぱいですね、はい、今のはいいな、早いな、早いですね、これはでも2本目ベストですね、ロスのないドリフトですよね、うん、なるほど。